どうもステルです。本日は2017サムライジャパンに登場した大野翔太選手使っていこうと思います。まさかの2017サムライジャパンが登場して、ファイターズからは3人も登場したんですけど、その中で一番欲しかったこちらの大野選手、昨日のライブ配信で即累計を終わらせてガチャ引いて100連目で出ました。この大野選手ね、本当にリアタイで使いたくて、能力もまさかの能力なので、ぜひ皆さんで一緒に見ていきましょう。弾道ラインドライブのミード63、パワー63、走力62、表捨てはそこまで高い能力ではないですね。規制はキャッチャーのみ。ファイターズ純正のキャッチャーの中ではかなり守備捨ていい方だと思います。そして特能が捕手20丸、ラインドライブ回旋球眼。大野選手の弾道ってもともと低弾道なんですけど、こちらの特能を上げることによって弾道がラインドライブに変化すると素晴らしい。ということで、ラインドライブ大野選手初めて使っていくんですけど、オーダーは自分がプロスピを始めて一番組みたかったこちらの2016日本一オーダーでやっていこうと思います。もう完成しました。まあセンター見ないでください。打順なんですけど、2016オーダーは大野選手8番なんですけど、今回はちょっと大野選手主役なので、まあ、2番あたりで使っていこうかな。一応投手見せるんですけど、今回登場した増井選手の B ランクゲットしたので、まあ、増井選手もこの中に入ります。抑えてマーティン欲しいなぁと。あと凸なんですけど、今回はちょっと無凸ですみません。トックマックスなので許してください。ちなみにここから凸3ぐらいになる予定です。ってことで、早速ラインドライブ大野選手使っていこうと思います。では行こう。さあ、このオーダー、この年の最多勝利が、まあ、有原選手ってことで、有原選手でいきます、先発。てか、キャッチャー王のすごい違和感、侍のユニ。あら。うわ、これは無理。おー、すごっ。よいしょ。さあ、まずは1番バッター、西川選手でチャンスを作ってもらいたいですね。で、今回応援歌すべてちゃんとつけてきましたので、まあ、応援歌もぜひ聞きながら、見ててください。あとね、ユニフォームが本当に残念。2016オーダーなんですけど、まあ、この今のユニフォームでいきます。こうやって、よっしゃよっしゃよっしゃ、チャンスできたぞ。さあ、大野選手。あれ、特能なんも出ないじゃん。そして、ちょっと注目すべきポイント、この応援歌、聞いてみましょう。高み目指せ。応援歌歌いながらガチャ引いたんですけど、結局100連目まで引いちゃいました。ってことで、こういうフォームあるんですね、大野選手。めっちゃええやん。お、よいしょー、素晴らしい。あれ、帰ってこないの？帰ってこないんかい。いや、もうやっぱりラインドライブヒット性の当たり無限に打ってそうなんで、まあ、今みたいな当たりもラインドライブヒットって言うんですかね。そして3番に大谷がおるんだな、この打線。おい、歩かせていいのか。4番はこの男、大将。侍の獲得できなかったな。よ、ちょっと待って、ちょい、おお、許してくれやせんよって感じですね。さっきの試合やらかしてしまいました。ってことで、2試合目レッツゴー。さあ、外小場ですね。やっぱ2016のオーダーといえば、何度見てもね、とんでもない打線っすよね。うわ、うますぎ。ちょ、ライドラ王の、来い。おー、パワー70。まあ、選球眼ミートアップなんで、まあ、パワーはマックス70まで上がる感じかな。まあ、70あれば、一発も狙えなくはないと思う。パワーシーンのライドラ、浅間選手とか岡選手とかだから、十分打てると思うけどね。いや、応援歌がマジで、かっこよすぎる。どうだ？お、翔太？今放送席、ホームラン打った大野選手ですね。打ったのは A ランクの外コバのストレート。低弾道ならショートゴロだったとおっしゃっておりました。いや、マジか、ほんまに。まだ2打席目だよ。終わっちゃったよ、動画。またファーボール。大将、イエーイ。伸びて。いやー、キッズ。さあ、ちょっと相手うますぎました。ってことで、5番バッターには、セカンド田中健介。オーケー、ナイス。そしてここにいるんですよ、ホームラン王が。6番バッターにレアード。パワー球児にあったぞ。いけるぞ。もう、何やっと、本当に。そしてここで A ランクの陽大館。本当にすいません。陽大館だけ、A ランクでした。マジで泣いてます。もう本当に正直、このオーダーはもう仮オーダーなので、陽大館が登場したら、まあ、完成オーダーと言っていいのかな。
いや打てるんかい。そしてこの場面でタクちゃん、おペイペイドームだからあるんちゃう一発。もうここは俺はタクちゃんを信じます。一発狙う。いやまあまあまあ、ナイス、いいね。さあ一番バッター、西川選手対モイネロ。オッケー、繋いだぞ大野に。さあ得の、よし、あれまあ乗り下げられたけど、チャンスで強いところ見せてください。一応2016年のキャプテンでしたからね、大野選手。じゃここだけ集中させて、本当に。あら、今のは1、2塁間に打ちたいですね。守りの要、よいしょ、オッケー。さあ満塁で大谷来たぞ。これは敬遠できないやろ。そう、このための3番大谷。はい、来た、満塁、ビバー、素晴らしい逆転満塁弾。やっぱお翔平やな。うわ、パー、ちょすげえな。いやー、許してくれやせんよって感じですね。あ、さあ徳の、よし70だね、 OK、 いいね。え、アウトになる気しない。さあ大野の、大野の走力どうだ。62か63ぐらいだよね。おお、やるやん大野。よーし。あ、ちょっと4試合目は大谷選手を抜いてやっていこうと思います。大谷選手の代わりはあの選手を入れました。こうやって、あー、これ正面。おーい。まあまあまあいいでしょう。さ、大野選手。なんか話すことあるかな？日ハムのキャッチャー問題かな？さすがに能力がアリエルの方が高いからな、圧倒的に。右のラインドライブのキャッチャーが欲しいって方のみかな？獲得するのは。基本は日ハム人生は近藤かアリエルかな？いや、でも、これ大野でも、全然ありだと思います、本当に。うん、大野でいい。よし。おー。さあ、レアード。いやー、マジかー、きつ。え、ボールやん。あ、落ちた。イエー。さあ、ここでバッターボックスは？おっか！右と一。あれ、ユニフォーム間違ってませんか？クソ、統一にせよかったな、失敗したわ。エースを狙え。岡選手も日ハム版で TS ライドラーワンチあるからね、出てほしいな。うっ、落ちて、よいしょー、やった、嬉しいよこれは。はっ、岡、ま、岡何しとん本当に、さっき。ってことでまたちょっと下位ランク行こう。いや打ちやすいよ。お、つながるな。よし、さあ選球眼か、とか第三得の選球眼でしたね。いやね、大野選手こういう方めちゃくちゃいいわ。外れた。でもあれ、いやー、やっぱキャッチャー近藤やな。ビバー、パワヒー。でかっ。あ、何してんねん。いやー、ボールだったー。岡ごめん。優勝目指して頑張ります。フィーバー。あ、大野選手使うの楽しくなってきた。ってことでいつもの大台戻してきました。おい、いいねー。これ逆方向いけるんじゃない？はい、こと。やっぱ翔平。フィーバー。さあ、徳の。いえー、なんも出ないか。なんか大野選手の、なんか決めたいな。守りの要入って、いやー、まあまあまあいいでしょう、十分すぎるわ。あ、でも走力がないな。あ、ああ、パー、え、曲がらな。まあ2016といえばこの男もいましたから。ってことで、え、左で打てや。どうだ。おお、ライドラじゃね。さあライドラか。あ、中断だった。あとキャッチャー争いにね、俺も負けないと。アリエル登場です。いやもうほんとキャッチャー誰使う今後、どうしよう。いやー、ボールだった。よし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 、右好きだから大野選手ありだわ。あ、やべやべやべ、ミスった。てか大野選手、あの2013の前哨戦のなんかオランダ戦で
侍ジャパンでさ8対8ぐらいから、あ、ナイスバッティング、8対8ぐらいからさ10回にサヨナラヒット打ってた記憶がある、確か。はい、ごと、いや、またフォアボール。さあ清宮、さあモイネロね、まあまあまあ、これ満塁ホームランで決めちゃいたいね。あ、ボール落ちるんかーい。よし、まあ繋がったということで、さあ、うわ、どうしよう、これ決めてもいいですか。いや、もうこれハンソンで試合終了したらもうこれ動画閉まります多分。ってことでバッター、ハンソン、ちょ、左インソンでいこうか、左インソン決めてくれ、ハンソン、もういいぞ、お前が主役でいいぞ。うわ、えっ、さよならハンソンフィーバー。